LG の Bluetooth ヘッドセット HBM235 を紹介します。こちら、通常の Bluetooth ヘッドセットですけれども、この耳に引っ掛けるところですね、これがプラスチック製ですね。柔らかい材質でできています。こんな感じにで見えます。でパワーオンをすると、今喋ってましたけど、この辺りが光りますね。で、一つの特徴としてこのボタンを押してオンオフとかするんですけど、その時にですね、このように喋るので、状態がよくわかるんじゃないかなと思います。特にパワーオンとパワーオフのですね、いまいちよくわかんない Bluetooth ヘッドセットがありますが、これだったらオンしたのかオフしたのかわかると思います。で、これは簡単に取り外せます。このようにですね。で、こっちの向きか、こうですね、こっちの向きかで簡単にはめることができるんで、右耳用と左耳用は簡単に交換することができます。ここの耳の穴の部分は何て言うんですかね、ゴムでできてるんで、これも容易に交換できるんじゃないかと思います。でボタンはプラスとマイナス、ボリュームのところですね。あとこの電源オンオフとかいろいろ、着信出たりするときのボタンはここのボタン1個ですね。でここにマイクロ USB のポートがついています。通常のマイクロ USB のケーブルとか AC アダプターがそのまま使えます、充電の時に。以上。LG HBM235 Bluetooth ヘッドセットの紹介でした。